でございます次ですね、ちょっと駆け足でいきますが、産業交流ということでございます。元気創造都市の中で、その一つの大きな柱であります、企業誘致でありますけれども、企業新展開支援プログラムというプログラムで、私就任してから、支援メニューを倍増しております、約30弱の今、支援メニューで支援をさせていただいております。 就任後すぐに作りました企業立地促進補助金につきましては、今31企業、新規立地が15、そして市内の企業さんの増設について16ございまして、多くの企業の皆さん方に、小牧の方に新たに工場の建設をしていただいて、一定の成果が出ているというふうに思っております。ここれまでにこの7年間 8年間ですかね、で、交付総額は14、5000万円の交付をいたしましたただこれが、こういったことで,です、ね、企業が小牧に来ていただければ、ゆくゆくこの税収がわれ、ね、我々の財源になって、福祉の充実にもつながっていくということでありますので、これは戻ってくるわけであります。 で農業・商業振興でありますが、先ほど申し上げたプレミア商品券、まあ、毎年1億円多いという、ね、意見も議会の中で一部あるんですけれども、まあ、あの1億を10億で買ってもらって、11億回して、中小の商業の活性化につなげていく、まあ、このことも大事でありますし、先ほどで申し上げているような、いろんな市民活動を後押ししていくのにも今、使っているものでございます。あの先ほどです、ね、申し上げた、これもあのあの、毎年1億ですから、今7千、7億5000万ぐらい使ってるんですけど、まあ、このね、 工業、工業立地支援に今、31企業で14、5000万円使っているのと比べてですけれども、まあ、この毎年1億、商業者、今これ600店舗ですね、参加していただいているということですから、必ずしもです、ね、バランスが悪いわけではないというふうに思っております。そししてて、ね、小牧応援付金につきましてはこれね いわゆるふるさと納税なんですが、このふるさと納税の,、ね、あの制度がいい、悪いというのは国でも議論あるんで、ちょっとこれはあの、えー、ただ制度があるんでね、使わなきゃいけないんですけれども、えー、結構、県内ではあの実はあの赤字のとろが多いんですよね、黒字になってるとか大体5つか6つぐらいの市しかないんですけれども、小牧はね、市民が外に寄付をする、市外から寄付をもらう、この収支について、えー、小牧は赤字を、赤じゃない、黒字をね、えー、保っておりまして。 一昨年の実績ですと、約1万6000人の方から、6億円を超える寄付をいただいているところでございます、まあ、これ、結構頑張ってますね、地元の名古屋コーチンをはじめ、ですね桃とか、こういったものは非常に今、ご好評をいただいております、市民の皆さんにもご寄付いただいて、ちゃんとプレゼントをお分けしてますので、市民でも小まきに寄付できますから、市外にはできるだけ寄付をせずに、ですねどうせするなら小まきに寄付をしていただくようにお願いをしたいと思います。 清水からあの,の整備であるとか、まあ、特に、ね、東部は、ね、鳥獣有害鳥獣、イノシシが、ね、最近、10日台の中も歩いているっていうんで、ね、あので我々もそういう状況の中で、まあ、小牧だけじゃなくて春日井瀬戸、犬山みんな増えていまして、えー、これは本当に今、深刻だというふうに思っています、まあ、今年です、ねあの、とにかや折は増設をしているんですけれどもなかなか有効な対策がないものですから皆さん、本当に地元でご苦労いただいていると思います。まああの 地元の猟友会の皆さんにもね、ご指導いただきながら今、進めてますので、療養会の方々もね、結構高齢化して、手が足りないっていう話も聞くんで、できればですね、やっぱり地元の皆さん方にも、わ罠のね、見回りっていうか、いろいろなことで、ちょっとあの対策について一緒になってですね、取り組んでいただかなければ、どうしようもないかなというようなことを思ってますので、これもあの非常に我々今あ今、問題だと思ってますので、頑張っていきたいなというふうに思います。 それからこれはちょっとね、ここから遠いですけれども、中心市街地、まあ、空き店舗対策とかいろんなことやってますよと、それから観光誘客ですけれども、信長港の築城450年、渇きにですね、いろいろと進めてまして、観光案内所もですね、今、社団法人化して取り組んでいます、観光し、観光っていうのは今までほとんど市は行ってこなくて、計画もなかったんですけれども、初めて計画を策定をして、今、取り組んでいたりします。それからですね、まあ 小牧駅周辺と小牧山、点と点を結んで,です、ね、面整備しなきゃいけないねっていうことで、まあ、産業界なんかからもです、ね、点と点じゃだめだよということも言われてますので、まあ、今後ですね、えー、しっかりとやっていきたいなというふうに思います。